ごきげんようじ、おはようじ、どうも、近藤ようじです。はい、今日はですね、私は絶賛寝起き、起きて30分ぐらいの感じで今カメラを回してるんですけれども、今日は何をするかと言いますと、ノーミラーメイクをやっていきたいと思います。よかったら最後まで見ていってください。最近あれですわ、ドゥン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 が適当すぎる問題、あとない時もある問題、ちょっとねもうね飽きたんですあれ。まずはですね、こちらのワンステップモイスチャーアップパッドっていう、なんか韓国のね、何を取れるかちょっとあんま今寝起きで忘れたんですけど、でもなんか綺麗にしてくれるやつ、朝にねいつもメイク前に絶対塗ってます。それではちょっとモニターをね、切りたいと思います。メイクスタートですな。まずは見なくてもいける味方クッションファンデを使います。ここにもついてるからこれもなし。なんかコメントのリクエストで結構ノーミラーメイクとか右手メイクとかあったけど、そんなになんかメイクの工程で難しいところが俺のメイクにはあんまりないから、だからなんか面白くなるんですかね。できてるかな。よし、そしたらコンシーラー塗ります。いつものね、ザセムのコンシーラーを。今日めんどくさいので手でいきます。いやー、ぼーっとしますね。今日は皆さんもですか？なんか普段もテンションそんな高くないのにより低いから、みんな寝落ちしないようにね、これ見てる途中にね。伸ばせてるかな。なんかどこ塗ったかあんま覚えてないわ。そしたら続いてシェーディング。あ、危ない危ない、鏡見かけた。まだ見ないよ。あ、これ最近買ったんです、トゥークールフォースクールのアートクラスバイロダンシェーディング。まあ今まであのオピューのねシェーディング使ってたんですけど、なんかオピューのシェーディングはこっちの一番明るい色がパールちょっと入ってて、なんか本当にハイライトみたいな感じになってて、使いづらくはないんだけど、なんかあれだなと思ってて、不意に欲しくなってアマゾンで買いました。最近もうあんまお買い物する機会がな、時間がなくて、なんか夜にねこうネットショッピングをする癖がついてしまいました。そうだからね、家ダンボールだらけなの今本当に。これなんか塗りすぎかな、なんか分かんなくなってきて、喋りながら塗ってるからちょっと、あ、ノーズシャドウなんて。よしよし。そしたらハイライト、最近のコスメも全部鏡がついてるから、もう気づいたら1月終わりますね。早いですわ本当に。もうバレンタインデーじゃない、そろそろ。去年のバレンタインも、え、あれバレンタインだっけ、ホワイトだっけ、なんか忘れたけど、お菓子作ったんですよ動画で。今年も作るかな。なんか俺間違えるような要素のところがないんですけど、だって別にさ、眉毛はさ俺最終描かなくてもいいわけ。最近描いてないからあんまり。描くか。でもなんかいきます。あ、始まりか、全然わかんない、無理だ。ちょっと待って、失敗したくないからね。別に俺面白い方向とかいかないよ。てかなんかこの間さ、なんかハラペコさんのコラボでマクドナルド食べてさ、もうマクドいらんわとか言ってたけどさ、今なんか辛いチーズバーガーみたいなの出てるよ。何チーだっけ、なんか全然出てこねえわ。あ、ヒーチ、ヒーヒーチ、いやヒーチ、ヒーヒーダブチ。あ、それそれそれ、ヒーヒーダブチ食べてみたい。でこの間俺一人焼肉に行ってきたんですよ。まあ2回目かな一人焼肉は。あんまりそんな俺恥ずかしさは感じない人なんですけど、でも一人焼肉するために店の前で30分ぐらい並んだからね俺。でもなんかメニューとか見てなくて、なんか結構高めのところだったの。肉が15枚20枚ぐらいでなんか2000円、2500円とか。それどうなの、高いんかな。高いよね普通に考えてね。でそれと、まあ、それはまあでも、まあ、一人で食べるからそんなにいらないから、まあ、そのなんか盛り合わせセットみたいなやつと、ご飯中と、ちょっと高かったんだけど美味しそうだったから頼んじゃったんだけど、なんか肉寿司みたいな、あの酢飯の上に肉乗ってて、まあ、それ俺結構好きなのね。あの焼肉屋さん行っても結構食べるんだけど、それの上にウニが乗ってるってやつで、いやめちゃめちゃ美味しそうと思って。一貫だよ、一貫って、あの2つじゃないよ、一貫ね。で700円とか。ウニが最近好きなんですよ。北海道行きたいんですよ。ウニ丼みたいな食べたい。
ウニイクラ丼だ。イクラがめっちゃ大好きだから、ウニイクラサーモン、ウニイクラサーモンでいいや。じゃこれ別にあれだよ、鏡とかないからね。じゃあなんか真剣にしてるから今カメラ見てるだけ。でもいつも描いてるから、描いてるからさすがに。え、アイライン怖っ。ちょっとこれ粘膜引かんでいいかな。目尻だけにするわ。え、引けてるか。よし、みんなは一人何々までいけますか。俺はね、焼肉は全然いけるんよ。あと何がある。でもカラオケも全然いけるし、まあ、もちろん松屋とかそのラーメン屋とかもいけるし、一人ディズニーはね、いけるけど、なんか俺行くまでがめんどくさいんだよね。映画もいける。一人海外は行きたい。だ、今年の目標を決めてるんですよ。一人海外に、まあ、1週間ぐらい行くっていうことと、あとはチャンネル登録者数40万人、 LINE をなるべく貯めないとか言いながら今34件も貯まってんだけどね。あとはなんか貯金をいくらにするとかめっちゃリアルなやつなんだけど友達に会いたいと言えるようになると書いてる。今年はいっぱいいろんな人に会いたいなと思って、去年は、一昨年は割といろんな人に会えたので、今年もまたあのいろんな人との出会いを増やしていきたいなと思っております。いいんじゃね、終わった。まだ何してない。俺わかんない、ちょっと喋りながらしてるから。あとリップか、そうだ、リップだ。そうだな、何も面白くない動画になってると思う。雑談動画って感じだよね。まあいいや、俺そんな面白系 YouTuber じゃないんで、こうなんか雑談が聞けたからよしでしょうって感じで。はい、できた。多分何も面白くないと思うけど、それではちょっとモニターをつけますね。